オーナーバリスタッフの大東です。今回ご紹介するのは鳩の五目釣り投げ釣り。使用する仕掛けはこちら、セット一発当たりビンビン投げ釣り完全セットです。こちらの商品は重りもセットされていますので、非常に使いやすい仕掛けとなっております。今日はこの仕掛けを使っていろんな魚を狙っていきたいと思います。今回使用する道具は2m70cm の鳩万能竿、ナイロンライン3号の入った小型のスピニングリールを使用しています。お手持ちのエギングロッド、シーバスロッドなどのルアーロッドでも代用が可能です。今日はこちらの鳩万能竿を使ってやっていきたいと思います。はい、では、虫餌ですね、ゴカイとか、イソメとか呼ばれているような餌の付け方を紹介したいと思います。虫餌はちょっと気持ち悪くて触るのが嫌という方もいらっしゃると思いますので、こういった虫ピンチと呼ばれる商品なんですけども、虫をつかむハサミみたいなものも発売しておりますので、こちらを利用いただければと思います。で、虫餌の場合はこの頭の方ですね、太い方、細い方ではなくて太い方から針を刺していきます。で、頭の一番先端というのは歯がついてますので硬くなってます。で、刺しにくいですので少し頭の下から針に沿わして刺していきます。はい、これで虫に触らずに、餌を刺すことも可能ですので、皆さん安心して虫餌使っていただければと思います。はい、では早速、投げ釣りの方やっていきたいと思います。仕掛けはですね、こういった形の天秤仕掛けっていうのをつけて、それから、仕掛けを遠投して探っていくというような釣りになります。まず最初に糸を人差し指で押さえていただいて、リールのバーですね、このバーを起こしていただいてくるっと回して、バーが糸に引っかからないようにします。それで、しっかりと後方を確認してですね、人がいると危ないんで、まあ人がいないことを確認した上で、振りかぶって投げます。投げる時に人差し指を離して、仕掛けを飛ばします。で、仕掛けが着水したら、糸を送っていって仕掛けがそこにつくのを待ちます。まあ、これで狙う、投げ釣りで狙う魚っていうのは大体そこにいる魚ですので、もう基本そこに仕掛けをつけます。そして、着底したらこの糸のたるみを少し取って仕掛けの重みを感じるようになるまで軽く巻きます。で、少し当たりがないか待ってみます。で、当たりがなければですね、ゆっくり巻いてきてください。キスなんかがいますとですね、この巻いてる間に、ココンっていうような当たりがありますんで、当たりがあればしっかりと合わせて、巻き上げてくるというような形になります。この釣りもですね、基本的には、一投して当たりがなければですね、さっき投げたところとは違う方向に投げて、違う場所を探っていきますね。まあ、さっきは正面に投げたので、次は、少し左の方向へ投げます。まあ、基本的には扇状に、投げて探っていけば、自分の立ち位置から広く魚を探れますので、試してみてください。ずっと巻いてるっていう釣り方もあるんですけれども、巻いて止める、巻いて止めるというような釣り方もあります。一つの釣り方で当たらなければ、次はまた違う釣り方をしてみるっていうことで、いろいろ試していただくと魚の反応が出ることがありますので、いろんな釣り方を試してみてください。今回ご紹介した、この投げ釣りなんですけども、
堤防で今回はやりましたけども、砂浜それから河口でやる時なんかでも同じような釣り方で魚狙えますので、いろんなフィールドで試してみてください。